世界アジア東、アジア日本南西諸島八重山列島、トゥイシュトゥイシュは、日本の与那国島最西端の岬である西崎の北北西にある日本最西端の岩である。北緯24度27分05秒、統計122度55分57秒に位置する。この岩の存在は、古くから知られており、1702年の原読国栄図にも、トゥイシュの位置に、 岩のようなものが描かれている。また、地元では、漁船が寄港する際の目印にもされてきた。ト石という名称は、地元で使われてきたものであるが、その由来には、尖った石や刃物を磨く、砥石など諸説がある。西崎離れの名で、磯釣りの高スポットとしても知られている。西崎に立つ西崎灯台には、この岩を照射する西崎北西方照射灯が、 併設されている。この岩は、低潮線が、与那国島と分離しているため、国際法上は、厳密には、与那国島とは別の島と考えられる。一方、地形的には、与那国島と陸系した、小島、岩礁であり、干潮時に与那国島と接続する低潮高地が、現れ、その際に離岸している部分も幅70メートル程度しか、ない。報道では、与那国島、 または西崎にある岩と表現されている。この岩の存在自体は以前から知られていたが、基本図とされる国土地理院の2万5千分の1地形図には2019年6月に初めて記載された。国土地理院は国土の東西南北端をこの地形図に基づいて決定しているため、これにより西崎に代わって都石が日本最西端の地点となり、 日本の最西端は約110メートル西に移動することとなった。最西端の地点が変更されたのは、与那国島の2万5000分の1地形図が1981年に作成されて以降初めてである。なお、領海や排他的経済水域は低使用線に基づいて定められるが、海上保安庁では航空レーザー測量に基づき2016年6月24日に、 ヨナグニ島の海図をより詳細なものに改版しており、この岩はすでに海図に記載されているため、今回の最生端の地点の変更は、日本の領海や EEZ には影響しない。2011年には、排他的経済水域等の基礎となる停止潮線を有する離島に関する調査が行われ、ヨナグニ島は停止潮線の起点を有する離島、小島、停止高地で、 整理する特性について、一定程度の情報量があると予想されるもの、と位置づけられた。与那国島のトイや西崎などは、排他的経済水域等の起点となる停止を、線保全区域に該当し、西崎には啓発の看板が設置され、2012年には、沖縄総合事務局による停止汚染の巡視が、行われた。与那国島の2万5000分の一地形図が最初に、 作成されたのは1981年であるが、同地形図は原則として満潮時の面積が7を平方メートル以上であることを掲載基準としており、2019年以前は西崎沖には満潮時に海面下に隠れてしまう陰険岩の範囲が記載されるだけで、と意は名称も示されていなかった。また、1987年には満潮時も 水面上にある部分の測量が行われ、その結果は5000分の1地形図に記載されたものの、25000分の1地形図には記載されていなかった。その後、2016年に、与那国島に陸上自衛隊与那国駐屯地が設置されたことから、地形図の更新の必要が生じ、2017年7月に国土地理院が小型無人機などで調査した結果、この岩が、 大潮の満潮時も水面上にある水上岩であることが確認され、2019年3月に与那国町が地形図への追加を申請していた。ありがとうございます。